それではビガハイの断面見ていきます。ビガハイってね、みんなあんまり聞いたことないかもしれないけどね、ビガハイって結構じーっとしてる。でちょっと刺激を受けるとファーッと泳ぎ出す。でまたじーっとしてるね、ビガハイだから刺激を受けてバッと泳ぎ出すってことは、もう体の中にね、いろんなものができつつあるってことだね。ではビガハイね、どんなものがビガハイね、できつつあるのかをちょっと見ていきましょう。ではまずは外胚葉から。肺の外側を覆う細胞たちね、肺の外側を覆ってる細胞たちって意味だね。外胚葉、表皮や神経が外胚葉由来です。まあ表皮が外胚葉ってね、なんとなく表皮って外っぽいから分かると思うけど、まあ神経も外胚葉って思うかもしれないけど、神経ってさ、もちろんね、あの体の中の情報のね、あの伝達を担うようなシステムだけど、だけどさ、神経って外の情報をキャッチしてそれを内部に伝えるがお仕事じゃん。だから神経って外界から来る情報をキャッチしなきゃいけないから、やっぱり神経ってね、外ね、なるべくこう体の外側にね、配置せざるを得ない。だから表皮とか神経管が外胚葉由来なのは、まあそんなに不思議ではない。表皮からは水晶体や角膜が、神経管からは、これが神経管だね、神経管からは脳や脊髄ね、そして網膜がね、できていきます。まず神経管の前の方が膨らんで脳になっていきます。で脊髄が後ろにくっつきます。脊髄が後ろにできていきます。で脳になる膨らみの両方がぷくっと膨らんで眼泡ができます。で眼泡がペコッとへこんで眼胚になります。でその眼胚が網膜になっていきます。なので網膜は神経由来、もともと脳の一部にな、もともとはね、ちょっと言い方正確じゃないけど、網膜ってもともと脳の一部だったんだね。で脳の両側が膨らんで眼泡で、それがベコッとへこんで眼胚、そしてその眼胚のところが表皮から水晶体を誘導します。これは水晶体、表皮から水晶体が誘導されます。そして水晶体はさらに表皮から角膜を誘導します、ね、これは角膜ね、角膜を誘導します。こんな風にもともとね、網膜は脳の一部だったけど、この網膜の元、眼胚、網膜の元、眼胚、眼胚が表皮から水晶体を誘導する。だから水晶体は表皮由来で、水晶体がさらに表皮から角膜を誘導する。だから角膜も表皮由来。目のこのね、目の作られ方と一緒にね、ここ勉強した方がいいですよ。さて次に内胚葉を見ていきます。内胚葉は消化管とか肝臓とか肺ね、まあ消化管は OK ですよね。これがあの我々動物の体の基本ね、我々動物の体って基本的にちくわ状なんですよ。ちくわ、こっから口から食べ物食べて、で反対側に出すっていう。高等な動物ってこんな風にちくわみたいな体してる。これがちくわの穴だね。ちくわの穴、消化管ね、ちくわの穴が消化管です。肝臓もね、肝臓って思うかもしれないけど、肝臓も消化系です。あの肝臓も消化に働きます。胆汁作ってるよね、ね、胆汁作ってる。肺と思うかもしれないけど、肺もやはり消化管に、消化管の付属物です。まあちょっと言い方正確じゃないけど、我々ね、進化の過程で陸上に上がるときに消化管の一部を転用して肺にした、ね、消化管から肺を作り出した、まあ正確じゃない表現はね、まあでも、進化の過程で、分かりやすく言うと、進化の過程で分かりやすく言うと、ちょっとまあ正確じゃない表現を使えば、進化の過程で陸上化する過程で肺が必要になった、ね、それをそこで消化管の一部を転用して肺を作った。だから、ね、消化管、肺、どっちも内肺葉由来でもそんなに不思議ではない。さて中肺葉を見ていきましょうか。中肺葉いっぱいあって厄介なんだよね。まず大切、ね、これだね。さっきさ、ビガハイってううって動くって言ったでしょ、ね、筋肉を尾の方の、なんていうの、体をこう動かす、ね、体を動かすためのこの筋肉のブロック、ね、これ大切に由来します。例えば骨格筋、ね、大切からは骨格筋が分化してきます。あとは脊椎骨、これよく出ますね、脊椎骨ね、これ引っ掛け問題になるんですよ、脊椎骨よく出ます。あと神秘ね、ここにある脊索っていうのは、これ仮止めなんで、いずれ退化消失してしまいます。脊索はまた触れるけど、脊索は退化消失するけど、
脊椎骨は退化消失なんかしないからね。脊索と脊椎骨全然別物ね。脊索はこう脊椎骨ができるまでのちょっと言い方は悪いけど仮止めみたいなもん、仮の骨組みみたいなもんだから、これは消えちゃいます。退化消失してしまいます。でも脊椎骨は残るから、もちろんね。で神秘っていうのはこの表皮をこう支える、表皮をこう裏から支えるのが神秘です。神秘ね、表皮は外背由来、神秘は中背由来ね、気をつけてください。あとはね、もちろん、まあ、大切っていう、まあ、大切っていうこの言葉のイメージからね、骨格筋は分かるよね。体骨格筋はイメージしやすいよね。体を動かす筋肉だもんね、骨格筋。まあ、ちょっと正確じゃないか、骨格筋ね。まあ、力強くね、体を思うがままに動かす筋肉ね、骨格筋。ではちょっと脊索に話を移すと、脊索ね、脊索はこれさっきも言ったけど仮止めみたいなもんなんで、仮止め、仮の支えみたいなもんなんで、仮の体の支えみたいなもんなんで、ね、やがて退化消失してしまいます。神経管と脊索を逆に書いちゃう子がいる、逆に書いちゃう方もいますけど、逆に書いちゃう方もいるけど注意してほしいんだけど、でもこれさ、脊索になるような中肺葉の貫入してきた細胞、貫入してきた細胞、これカエルもこう見てるけど、これ前後ろね、前後ろね、こんな風に貫入して、でこう背側に神経なれっていう命令がいくね。これあの神経誘導って言いましたけど、書いておく、神経誘導、神経なれよって貫入した将来脊索になるような細胞が背側の細胞に対して、外肺葉性の細胞に対して神経なれよって命令を送る。そうするとこれは正面から見たらね、これは正面、これとこれは正面から見たらね、これとこれは正面から見たらね、正面から見たず、これはこう横に横から見たずね、これ正面から見たず、正面から見たずにするとこんな風にこう将来脊索になるような細胞が貫入してきて、ね、背側中肺葉が貫入してきて、でおい神経になれよって上の細胞に命令を出す。でちょっと正面見てみるとこれが脊索ね、これが脊索で、ここに神経板ができて、で神経板がこう丸まって、神経板が丸まって神経管ができるね、神経管ができる。だからね、もともと脊索になる細胞が上の細胞に神経になれよって命令を送ったんだから、神経管の下に脊索があるのはね、大丈夫だよね。ここを逆に書かないようにね。あれ、これどっちが脊索でどっちが神経管だったかなと思ったら、あ、そういや中肺葉が上の細胞に神経になるって命令するんだな、神経誘導してたなって思い出そう。でこのなんかニコーって笑ってるようなね、このニコーって笑ってるのはね、このシート、このシートは側板って言います。ここに心臓ができたりとか、腹側に心臓ができたりとかね、心臓で、心臓に関係する血管とか血球が側板から分化してきます。でこの側板があって、ここにあるのは腎節、もう文字通り腎臓が分化してきます。あとは生殖器ね、生殖器と腎臓って思うかもしれないけど、ね、よく考えてみればね、おしっこを出す場所と生殖器は近いところにあるよ ね。腎臓とか生殖器が、ね、腎節、まあ、近いところにあるからっつって、分かりやすく今教えてるだけで、別に近いところにできるからといって、発生学的な起源が同じとは限らない、もちろんね。だからまあイメージとして、まあおしっこと、ね、おしっこ作るところと、ね、生殖器なんか近いところにあるなってね、イメージすると、腎節から腎臓や生殖器が分化してくるっていうのが、理解しやすいかと思います。で最後にこれ第4の肺葉ね、1、2、3、そして第4の肺葉とも言われる、最近ちょっと流行ってきてる問題で、ちょっとこれは難関大受ける方専用だけど、神経堤細胞っていう細胞があります。これね、第4の肺葉って言われてるんだけど、まあそれすらちょっとね反論がある。いや第4の肺葉って言われるほどまとまり、なんていうか、こう分化する細胞がまとまってない、同じクラスにいないっていうような反論もあるんだけど、これ神経堤細胞ね、第4の肺葉と言われます。この神経管、これは神経管の背側に形成されます神経堤細胞、まあ、外肺葉性って言われることが多いけど、とてもとてもものすごいね、いろんな細胞に分化してくる。例えば
ファーッと移動して、これ移動するんですよ。移動するってのもちょっと面白い。ファーッと移動して、色素細胞、色素細胞になっていく。例えば、これも雑談だけど、まあ、東大のリードームで出たからね、雑談だけど、こう背側からファーって色素細胞が動いていくんで、お腹、例えば猫ちゃんで言ったら、お腹とか手足の先っちょって白い場合が多いんですよ。なんでお腹とか手足の先っちょって白い場合が多いかっていうと、こう背中から色素細胞が移動してくるからなんだね。あとは自律神経、ね、交感神経、副交感神経とか、あとは副腎髄質。副腎髄質ってなんか特、まあ、ちょっと、言い方不正確だけど、副腎髄質って特殊化した交感神経だからね。特殊化した交感神経だからね、この副腎髄質って。だから別に自律神経と副腎髄質、起源が同じでもあんまり変じゃない。だけど、この神経堤細胞ってもう、ここに書ききれないくらい、いろんな細胞に分化していくんです。だね、ちょっと今すごく研究が盛んですね、神経堤細胞。さて、こんな風に、全部拾ったかな？全部拾ったかな？まあ、こんな、ちょっと、こんな風に、どこが何になるのってね、これ覚えんのって思うかもしれないけど、まあ、一個一個丁寧に見てみれば、そんなにわけのわかんないような、作りはしてないんですね。では、ビガハイの断面でした。ちょっとね、難しいところだけどね、復習してみてください。